皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。タイトル通り、名古屋、神戸、広島、福岡、宇都宮に遊び行っちゃうぞ、わーみたいな。無料のライブイベントしちゃうぞ、わーみたいな感じの、そういうお知らせ動画でございます。今僕がね、行った各地にアクセスできる方、住んでる方結構いらっしゃると思うんですよ。え、マジで竹田さん、こっちに来んの？え、どうしようかな？行っちゃおうかな？みたいな風に思ってくださった方結構いらっしゃると思うんですけども、ぜひともですね、各日程スケジュールをチェックしていただいて、友達、家族、お誘い合わせの上、もう無料なので遊びに来ていただけると嬉しく思います。やっぱり初めての方とかですね、そういうライブハウスとかライブとかあんま行ったことがないからな、ちょっと照れちゃうな、恥ずかしいな、緊張しちゃうなっていう風に躊躇しちゃう方結構いらっしゃると思うんですよ。けれどもですね、僕としてはですね、もう本当もうね、なんか僕が皆様に会いたくて行くようなイベントなんですよ。もう皆さんと会いたいんです。どんな方が普段 Twitter 見てくださってるのか、どんな方が普段 YouTube 見てくださってるのか、どんな方が普段コメントしてくださってるのか、もう僕がね、皆さんに会いたいなって思ういう気持ちで、やってるようなイベントなんですよ。なんでね、そういうこの恥ずかしいとか、緊張するとか、いう気持ちあると思うんですけれども、ぜひともですね、そこら辺は友達とかとですね、ちょっと竹谷さんという人が来るんだけども、よかったらちょっと一緒に行かない？無料だからさ、みたいな感じで、なんかお誘い合わせの上、来ていただけると、僕としてはですね、もうとてつもなく、とてつもなく嬉しく思います。まあそういうイベントね、あんま行ったことがない方はね、緊張してしまうかもしれないんですけども、まあ結構緩いです。なんかこう、正座してこうね、じっとしなきゃいけないなんてことは全然ないし、もう普通に各会場は基本的にもうね、椅子があって、もう普通にこうのんびり、座っていただけます。で、2時間、3時間あるわけじゃなく、まあ大体60分ぐらいのね、尺でございまして、で、僕もね、こんな感じでこう、わーっと喋ったりとかさ、変なこと言ったりとかさ、まあ演奏したりとかもちゃんとするんですけれども、結構ね、その、各会場に来てくださってるお客さん同士もですね、結構、いい方がすごく多くて、なんかこう、和気あいあいと、楽しく過ごせる時間だと思うんですよ。まあ僕もですね、皆様が来てくださったら、ご友人の方含めてですね、もうすごいこう、楽しい時間だったな、っていうふうに思ってもらえるように、もうそれ頑張らせていただきますので、ぜひともで遊びに来ていただけたらすごく嬉しいなという感じです。基本的にまあその演奏、うんたらかんたらを楽しんでいただく形にしようと思ってるんですけども、まあ、あいまいあいまいにですね、まあ僕はこういうふうにこう、ベラベラ喋ったりとか、なんか質問とかリクエストあったら、なんかそれにこの答えたりとか、なんかそんな感じのですね、なんかこうみんなで一緒に楽しむ、なんかオフ会というか、うん、まあそれに近いものがですね、そんな感じなので、ぜひとも遊びに来てくださいます。よろしくお願いします。日程を軽くお話しさせていただきますと、2022年9月23日から、スタートです。23日はここ、相模原の歌いストカフェで、無料の、インストアライブをやらせていただきます。で、翌日24日は名古屋、翌日25日は、神戸、翌日26日は広島、翌日27日は福岡という形です。で、今回のそのね、僕の一人のこのバーという旅はですね、それらを4日間を経て、5日間か、5日間を経て、4日間、5日間、4日間を経て、名古屋、相模原、名古屋、神戸、広島、福岡、5カ所だ。5箇所を経て、9月の30日に町田にて、私、滝沢勝成39周年のそのバースデーワンマンライブをさせていただいて、一つパッケージが終わりという感じなんですけども、まあ、もしよければ、その9月30日もチェックしてくださいませ。こちらはそのね、町田のマホロザ町田というですね、すっごく素敵なライブハウスでワンマンライブをさせていただくんです。こちらはまあね、無料じゃないので、ちょっとあれなんですけれども、まあ、会場チケットもありますし、配信チケットも、あります。ぜひともですね、その配信チケットの方もですね、検討していただけたらすごく嬉しいです。滝沢勝成39歳の最初の、ワンマンライブですね、ぜひとも皆様と一緒に、作っていければなと思っております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、そんなパッケージが終わった後にですね、10月16日、日曜日に宇都宮に行くことが、突然決定いたしました。こちらはですね、私一人ではなくて、僕がやっている滝沢プロダクションというプロダクションシンガーソングライター4人、僕を含めて4人で、行こうと思っているライブイベントでございます。でもここもですね、それまでのその巡業と一緒な感じで、その基本的に無料。って形にして、投げ銭的な形にしようかなと思っておりますので、こちらもですね、日曜日なので、お友達とお誘い合わせので、ぜひ遊びに来ていただけますと、幸いでございます。そんな感じで、その各日程、社にまとめてありますので、ぜひチェックしてくださいませ。よろしくお願いいたします。で、今回はですね、
今までこういう巡業イベントとかするときって、参加費無料で、その事前申し込み不要って形にしたんですけれども、まあ、今回はですね、基本的にその会場のその人数制限というか、その、やっぱね、この例のサムシングによってさ、なんかこのパツンパツにするわけもちょっといかないので、ある程度ね、その人数制限ってわけじゃないんですけども、人数を把握しておきたいということがありまして、参加費は無料なんですけども、事前申し込みだけですね、先にしていただけたら嬉しいなっていう形をとっております。概要欄の方にですね、リンクを貼っておりまして、そちらが申し込みフォームになっております。注意事項がバーッと書いてありますので、よかったらそちらの方を見ていただいて、やっていただけたら嬉しいです。一応当日、それぞれ名古屋も福岡も神戸も、広島も、宇都宮も、一応僕がですね、お昼とかにツイッターでね、今日はお席満席です、ごめんなさいとか、5名様ほど行けますとか、そんな感じでお知らせをさせていただきますので、もしその申し込みがめんどくさいなという方でもですね、空いていれば、当日会場にカッと来ていただいても大丈夫です。ただまあ、場合によっては会場に来ていただいても、すいません、ちょっと今日満席なんですみたいな感じでお断りをさせていただく時もあるかもしれないので、まあできればその申し込みのフォーム、パッと記入していただけたらすごく嬉しいなというところです。で、先ほどちらっと言いましたけども、無料なんですけれども、ちょっと投げ銭というか、ね、そういったものをお願いさせていただいておりまして、まあ平たく言うと寄付みたいなものでございます。まあその交通費とか宿泊費とか、それぞれのそのスペースを借りる費用とか、会場費とか、まあいろいろあるんですけれども、もういただいた投げ銭をですね、そういったこの費用にもありがたく使わせていただいて、で、もしその余剰金がありましたら、これからの音楽活動にですね、もうありがたく、もうお店の家賃とか、ありがたく使わせていただこうと思っておりますので、ぜひともご協力いただけたらすごく嬉しいです。で、それぞれ各会場ですね、グッズとかも、CD とかシャツとかタオルとか、そういったものも持参しておりますので、そういったものもお申し込みいただけると、すごく嬉しいので、ぜひですね、皆様のお小遣いが許す範囲でお手伝いいただけたらすごく嬉しく思います。一応、それぞれ各会場の投げ銭が、1000円以上いただいた方は、ですね、その巡業限定のグッズと、交換というか、そのプレゼントさせていただきますので、よかったらそちらを検討していただけると幸いでございます。一応、まあ、そのプレゼントはたくさん持っていくので、まあ、例えば2000円だったら2口とか、3000円だったら3口みたいな。で、結構ね、その5000円とか投げ銭してくださる方も結構いらっしゃるんですけども、まあ5000円だけど一口だけでいいよっていう方は別に一口でも大丈夫ですし、まあもういくつでも大丈夫です。そんな感じでございます。もしよければですね、ご検討いただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。そんなところでしょうか。あとは気をつけることとしては、フォームにも書いてあるんですけども、広島の場合は飲食店での開催になるので、それぞれのお店でですね、なんて言うんでしょうね、その、まあ、飲み物とか、食べ物とか、お出しいただけたら僕としてはすごく嬉しいです。で、宇都宮のカフェインクブルーさんに関しては、まあ、お一人、ドリンク代が500円か600円かかってしまうので、そこだけはもうご了承くださいます。よろしくお願いします。ということです。はい。じゃあそんな感じで終わりにさせていただきましょう。何か困ったこととか気になることがあればコメント欄の方にペッと記入していただければ僕は直接コメントを返しますので、ぜひとも気軽にコメントをしてみてください。そしてスケジュールの方ですね、概要欄の方にまとめてありますのでぜひともチェックしてくださいませ。そしてお申し込みフォーム、大変に申し訳ないんですけれども、今回はですね、ちょっとお早めに事前にお申し込みいただけたら幸いでございます。それではそんな感じでしょうか。各会場で皆様とお会いできることを本当に楽しみにしております。ぜひともご都合つけて、勇気を持って、躊躇をせずに、初めましてであっても、いやむしろ初めましてだからこそ、遊びに来ていただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。それではそんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。もしくは各会場で直接お会いいたしましょう。さよなら、じゃあね。